皆さんこんにちは。ボタニカルショップかのハの吉岡です。今日はサボテンの紹介をしたいと思います。サボテンは多肉植物の中の一つです。サボテン科に属する総称をサボテンと言います。で割と肉植物の ユーフォルビアと間違いやすいかと思うんですけどサボテンはシ座またはアレオーレと呼ばれているトゲが出ているその下の部分に綿毛のような座布団のようなふわっとしたものがあります。それがあるのがサボテンです。 トゲがないサボテンにもシ座またはアレオーレは必ずありますのでそれがあるのがサボテンですサボテンの自生地は砂漠などの乾燥した高温の土地で生息していますまたは、えー、と標高の高いところであの生息しています どちらも過酷な環境で生息しているため茎の中とか根の中に水や養分を蓄えるようなこのようなあの体系に進化しています。そののようなな過酷な環境でで生きているので割と 初心者の方にも育てやすすいい植物だと思います、はい、で生息しているところが暑かったり寒かったり昼間と夜の温度差が激しいところで乾燥しているところで生きていますので暑さ寒さには割と強いです。 そして乾燥にもとても強いですその分、えー、と湿度がとても苦手ですそれを覚えておいてくださいでまた氷点下には耐えられませんからなので5度以下にはあのー、しないように管理してください5度以下になると体の中に水分を結構加えてるので 凍ってしまったりしてあの枯れてしまいますから5度以上で完備。はい、でまたあの日本とかで日本とかというか日本で育てる場合は自生地とは環境が違いますので夏もう暑いのは大丈夫だったとしても。 湿度が苦手なので日本の夏と冬はお休みに入っていきますなので夏と冬はお水やりは控えめですねで多湿が嫌いなので夏の暑い時期は夕方以降の涼しくなった時間帯にお水をあげる で冬は逆に寒さ寒くて凍る恐れがあるので暖かい昼間にお水やりをするです、ねで。夏場は鉢の中の土が完全に乾いて2、3日待ってから 夕方以降涼しくなった時間帯にお水をあげるで冬は鉢の,の大きさにもよるんですけど1か月に1回でも十分かと思いますただあの室内の温度が暖かいところもあるのでその時はあの 通常通りだと日照が短くなっているので一週間は置いてあげて大丈夫かと思います。春と秋は鉢の中の土が乾いたらたっぷりとお水をあげます。で、秋も肌寒くなってくると水やりの間隔をあけていくので まだ肌寒く感じない9月10月ぐらいまでは鉢の中の土が乾いたらたっぷりと。で私たちが肌寒く感じ始めたら間隔を空けていき2週間に1回ぐらいのお水やり。 1>, で1月2月のもうとても寒い時期になったら1ヶ月に1回ぐらいのお水やりでいいかと思います。はい、あのー、春夏秋冬って言ってるんですけどその置かれている環境によって温度は違ってくると思うのでそれはあのー、ご自身で。 ご加減をしながらお水やりをしてほしいかと思います。で、栄養も春と秋にあげてください。夏と冬はいりません。ぜひぜひ、この個性豊かなサホテン、育ててみてはいかがでしょうか